文明の衝突、文明の衝突、文明の衝突はアメリカ合衆国の政治学者サミュエル・ P ・ハンティントンが1996年に表した国際政治学の著作。現在は文明化の衝突と世界秩序の再創造。冷戦が終わった現代世界においては文明化と文明化との衝突が対立の主要な軸であると述べた。特に文明と文明が接する。 断層線、ホルトラインでの紛争が激化しやすいと指摘した。記事の多くは、イスラム圏、ロシアについてであり、他の地域に関しては、おまけ程度の扱いである。ハンティントンは1927年に、ニューヨーク市で生まれ、18歳で、イェール大学を卒業後、米陸軍で勤務し、シカゴ大学で修士号を、ハーバード大学で博士号を取得し、 同大学で23歳の若さで教弁を取った。ハーバード大学のジョン・オーリン戦略研究所の所長でもあった。1977年から1978年には、米国の国際安全保障会議で安全保障を担当した経歴を持つ。その研究は主に政治、軍事に関連するものが多く、西軍関係に関する、軍人と国家、政治変動に関する、 変革記者会の政治秩序などがある。本書は、ハンティントンの論文、文明の衝突クエスチョンマーク入りで本書とは異なるから派生したものである。この論文は、アメリカンエンタープライズ公共政策研究所での、ハンティントンの講義をもとに、雑誌、フォーリン・アフェアーズの1993年夏号にて、発表され、激しい論争をもたらした。もともとは、 ジョン・オリン戦略研究所の変容する安全保障環境と米国の国益、プログラにおける活動の成果でもある。1992年にかつての教え子、フランシス・福山によって発表された歴史の終わりに抗応する形で発表され、また2001年のアメリカ同時多発テロ事件や、それに引き続くアフガニスタン紛争やイラク戦争を予見した研究として注目を浴びた。 イスラム圏にも波紋を呼び、イランのモハンマド・ハータミーの文明の対話やトルコのレジェプタイップ・エルアンが、スペインのホセルイス・ロドリゲス・サパテロと共に提案した文明の同盟構想に影響を与えた。ただしエマニュエル・トットは、宗教や表面上の文化のみで文明を開けるべきでないと、ハンティントンの諸文明の考察に反論している。本書はそれまでの西側、東側、 国民国家などの国際政治の視座ではなく、文明に着目して、冷戦後の世界秩序を分析する、国際政治学的な研究である。その内容は、文明の概念と特徴を定義した第一部、様々な文明からなる世界、非正応文明への発展を論じている、第二部、文明間のバランスのシフト、文明における文化的秩序の発生について論じた、第三部、 文明の秩序の出現、文明間の紛争や戦争について論じた第四部、文明の衝突、そして西欧文明の復興や新時代の世界秩序について論じ第五部、文明の未来から成り立っている。ハンティントンはまず文化が国際政治においても重大な役割を果たしていることを指摘した。特に冷戦後において文化の多極化が進み、政治的な影響すら及ぼした。なぜなら、 文化とは人間が社会の中で自らのアイデンティティを定義する決定的な基盤であり、そのため利益だけでなく自らのアイデンティティのために政治を利用することがあるためである。伝統的な国民国家は健在であるが、しかし行動は従来のように権力や利益だけでなく文化によっても方向づけられ得るものである。そこで現在の諸国家を七つまたは八つの 主要文明によって区分することがハンティントンにより提案された。ここで議論されている文明という概念については文化的、歴史的な着眼から考察されている。そもそも文明とは何かという議論について、文明は複数は存在しないという見解がある。つまり、文明とは未解状態の対地概念であり、そして西欧社会は唯一の文明であった。 この文明の見解は、社会の発展という観点からのみ定義されるもので、あるが、文明と文化の関連からも考察できる。文明は、包括的な概念であり、広範な文化のまとまりであると考えられる。文明の輪郭は、言語、歴史、宗教、生活習慣、社会制度、さらに主観的な自己認識から見出される。人間は重複し、 また時には矛盾するアイデンティティを持っているために、それぞれの文明圏に明確な境界を定義することはできないが、文明は人間のアイデンティティとして最大限のものとして成立している。だからこそ文明は拡散しても消滅することはなく、ある一定のまとまりを持って存在している。エマニュエル・トッドは家族構造と人口統計に基づいて世界を認識している。このため、 文明の衝突を全くの妄想とみなしている。ただし、世界政治における行為者として、文明を位置づけているわけではない。文明は文化的なまとまりであって、政治的なまとまりではない。あくまで文明は、様々な行為主体の政治行動を方向づけるもので、ある。近代世界以後の日本を除くすべての主要文明がに、過国以上の国家主体を含んでいる。 文明の総数については、歴史研究において学説が分裂している。16個、21個、8個、9個などと文明の数え方にはいくつかの基準がある。しかし、ハンティントンの分析は、歴史的には最低限でも主要文明は12個存在し、そのうち7つは現存せず、新たに2個または3個の文明が加わったと考えれば、現在の主要文明は7個または8個であるとした。 近代において圧倒的な影響力を与えた西欧文明は現在では二面性があり、それは圧倒的な優位を誇る先進的な文明という側面と相対的に衰弱しつつある衰退途上の文明という側面である。このような西欧文明の衰退には極めて長期的な衰退であること、また不規則な進行で衰退すること、権力資源が量的に低下し続けていることといった。 特徴がある。特に領土、経済生産、軍事力すべての面での衰退が始まっていることは顕著であり、21世紀においても西欧文明は最強の文明であり続けることが可能であったとしても、その国力の基盤は着実に縮小していくことになるとハンチントンは予測した。このような衰退の兆候は近年の諸事件に乱すことができる。その一つに、 地域主義の発生がある。文明開化の歴史には例外なく文化を背景とした価値観、生活習慣、社会制度の変更が行われているが近年の地域主義の進展によって世界各地で文化摩擦と文化復興が見られる。また20世紀前半における宗教衰退の予測は誤っていたことが証明され、神の復讐と呼ばれるこの宗教復興運動は あらゆる文明圏で発生しており、宗教に対する新しい態度が現代社会にもたらされた。この運動は、かつての近代化がもたらした、社会変革に対する反動、西欧の衰退に伴う西岡への反発、冷戦の終結によるイデオロギーの影響力低下、などの諸要因によって発生したと考えられる。地域主義と宗教の再生は、世界的に認められる現象であるが、 これが顕著なのがアジアである。中華文明、日本文明、イスラム文明において、経済成長が目立って進んだ結果、西欧文明の文化に対する挑戦的な態度が見られるようになった。20世紀において、東アジアでは日本がまず高度経済成長を遂げ、これは日本の特殊性によるものだと解釈する研究もなされた。しかしその後に日本だけでなく香港、台湾、韓国、 シンガポール、中国、マレーシア、タイ、インドネシアでも経済成長しつつある。そしてそれまでの西欧文明が与えたオリエンタリズムに反発し、儒教や漢字などのアジアの文化の普遍性が主張されるようになっていった。同様にイスラム文明も台頭しつつあり、近代化を進めながらも西欧文化を拒否して、独自のイスラム文明を再構築しようとしている。 近年のイスラム復興運動とは、このような社会状況を背景とする文化的、政治的運動であり、イスラムの原理主義はその要素に過ぎない。世界政治において、文化やアイデンティティが重大な影響を果たすようになれば、文明の境界線に従って、世界政治の枠組みは再構築されることになる。かつてのアメリカとソビエトによって形成された、イデオロギーの勢力圏に代わって、 それぞれの文明の勢力圏が新たな断層線、ホルトラインを生み出し、そこで冷戦中にはなかった紛争が頻発するようになっている。1990年代以降に世界的なアイデンティティの危機が出現しており、人々は血縁、宗教、民族、言語、価値観、社会制度などが極めて重要なものとみなすようになり、文化の共通性によって、 強調や対立が促される、このような文化に根ざした政治的対立や協調を理解する上で冷戦期において冷戦期とは異なる用語が導入されなければならない。アメリカとソビエトの超大国に対し諸国の関係は同盟国、衛生国、依存国、中立国、非同盟国のどれかであった。しかし冷戦後は文明に対してその文明を構成する国家である構成国、 その文明において文化中心的な役割を果たす中国文化を共有しない孤立国二つ以上の文化的な集団によって分裂している分裂国引き裂かれた国家として国家主体を位置づける枠組みが必要である。冷戦後の世界政治において主要文明の中核国は重要な役割を果たすようになっている。中核国は他国を文明の構成員に誘致し、 また拒否する重要な行為主体である。ある文明の参加各国は中核国を中心に同心円に位置しており、すべての国は文化を共有する文明圏に参加し、協力しようとするが文化的に異なるものには対抗しようとする。これは安全保障や経済とは明らかに異なる行動原理であり、区別しなければならない。中核国が持つ勢力圏は文明圏と一致し、 その影響力は文化水準や文化の影響力などによって左右される。文明が相互に対立し合う状況は深刻化しつつあり、微視的にはイスラム文明、ヒンドゥー文明、アフリカ文明、西欧文明、東方西京文明がその当事者に挙げられるが、挙手的には西欧文明と非西欧文明の対立として理解できる。なぜなら、 政治的独立を勝ち取った非西欧文明は、西欧文明の支配を抜け出そうとしており、西欧文明との均衡を求めようとする。このような関係が、敵対的なものになるにはいくつかの側面があるが、イスラム文明や中華文明は挑戦する存在として、西欧文明と緊張関係にあり、場合によっては敵対関係になり得る、主要文明でや、ラテンアメリカ文明やアフリカ文明は、 西欧文明に対して劣勢であり、また西欧文明に依存的な体制であるために対立することは考えにくい。一方でロシア文明、インド文明、日本文明は中間的な主要文明であり、状況によっては協力的にもなり対立的にもなると考えられる。つまり最も衝突の危険が高い主要文明はイスラム文明と中華文明である。 文明の衝突とは二つの視点から見ることができる。一つは地域において文明のフォルトラインにおいて紛争が勃発する形態である。これは国境地帯や国内の異民族集団によって発生する。このような文明の衝突は民族浄化などの事件を引き起こす事件であり、バルカン半島における民族問題はその典型的な事例である。 もう一つは世界において、主要文明の中核国と他の文明の列強との間で紛争が勃発する形態であり、これらの争点は古典的な国際政治学の問題として研究されている。それは、世界的な政治的影響力、相対的な軍事力、繁栄や経済力、人間、価値観や文化、領土などがそれである。ホルトライン紛争とは、 文明圏の間で生じる紛争であり、ホルトライン戦争は、これが暴力化したものを指す。戦争は必ず終結するものと考えられているが、ホルトライン戦争は、必ずしも将来終結するとは限らない。なぜなら、ホルトライン戦争とは、文明間の異質性に根ざした、ホルトラインによるものであり、地理的な近接性、異なる社会制度や宗教を、歴史的記憶によって、 半永久的に引き起こされうるものである。したがって、ホルトライン戦争が終結するには二つの政治的展開が考えられる。一つは戦争当事者が暴力の有効性を否定して温憲派が意思決定の主導権を握り、相手との和平に合意しなくてはならない。また戦闘停止の利害を共有し、また第三者の調停などの条件として考えられる。冷戦期において。 脅威とされていた共産主義勢力の次に出現した新たな世界秩序において最も深刻な脅威は主要文明の相互作用によって引き起こされる文明の衝突であることがわかる。世界の主要文明の中核国によって世界戦争が勃発する危険性は否定できない。なぜならホルトライン戦争は最初の戦争当事者が一構成国であってもその利害は 必然的に文明全体に関わることになるためである。大規模な文明の衝突という最悪の事態を回避するためには、中核国は他の文明によるホルトライン戦争に軍事介入することには注意払わなければならない。ハンティントンはこの不干渉のルールと文明の中核国が交渉を行い、事故が属する文明のホルトライン戦争が拡大する。 ことを予防する共同調停のルールを平和の条件している。そしてより長期的な観点から、現在の不平等な文明の政治的地位は、平等なものへと平和的に是正し、西欧文明と非西欧文明の衝突を予防する努力が必要であるだろう。ただしこれらの原則や政策は、現状から考えて実施することは大きな困難である。しかし、 世界平和を求めるためにはそれまでとは異なる文明に依拠した政治秩序が必要であると結論する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。